皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。日々、進化を続けるソーシャルネットワーキングサービス、SNS。現代社会において、もはや、なくてはならないものと考えられているが、同時にそれは多くの人々に良からぬ影響を与えていると考えられる部分もあるようだ。 最先端の流行や芸能人の日常が垣間見えると人気の SNS。ユーキャンシン流行語大賞、で、インスタ映え、が流行語大賞にも選ばれたのは2017年のこと。それから時が経つこと7年、今や SNS は目新しいアプリではなく、人々の暮らしにおいて日常の道具となった。それに伴い、 SNS に関するトラブルが急増している。そんな状況を受け、日本国内でも、地域の小中学校へと通う学生向けに、相談窓口を設置する自治体も現れた。民放キー局記者が語る、いじめや不登校、SNS やネット上で起きた友人間のトラブルなどを学生が相談するための窓口を、 京都府舞鶴市教育委員会は24年3月から設置。市内に25ある私立小学校に通うおよそ5800人の児童生徒は、日頃から授業で使用している学習用タブレット端末を使って、悩みを相談窓口に直接送信できる仕組みです。一度ネット上で炎上騒動が起こると、賛否両論が入り乱れ、 SNS は沸騰。当事者の心身に大きな負担を強いることになる。そして、それは日本に限ったことではない。そうした状況に号を煮やし、SNS を運営する巨大 IT 企業を相手取り、裁判を起こした都市も海を越えた先にある。アメリカのニューヨーク市です。動画投稿アプリ TikTok やインスタグラム、 Facebook、YouTube、写真共有アプリのスナップチャットが若者の精神面に悪影響を与えており、市民のためのカウンセリングなどの対策に年間で毎年1億ドル、日本円で150億円以上がかかっているとして、運営する IT 各社へと2月14日、現地時間に損害賠償請求を起こしたのです。全道 このニューヨーク市の動きを極めてまっとうと話すのは、ウェブはバカと暇人のもの、公文社などの著書があり、長年、ウェブニュース編集者として活動してきた中川淳一郎氏だ。若年層は人生経験もまだまだ未熟。ちょっとしたことで落ち込んだり、悩んだりしてしまう。SNS での誹謗中傷も、 真に受けやすいのです、中川氏。日本のエンタメ界でも、SNS の影響と見られる悲劇が起きた。今年の1月26日、23年10月期に木並春香、38、主演で放送された連続ドラマ、セクシー田中さん、日本テレビ系、の原作者である足原ひな子さん、去年50、が、 ドラマを制作する日本テレビや脚本家との間でトラブルが発生していたことを X、旧ツイッター、上で告白。その後、足原さんは X 上に多数寄せられる様々な意見にさらされることに。そして1月29日、足原さんは亡くなってしまったのだ。日本において、 人々を誹謗中傷する文言などが掲載されることもある X。その運営会社が先のニューヨーク市の損害賠償請求対象から外れたことを中川氏はどのように考えているのだろうか。日本語はアルファベットと違い、表意文字。 X に投稿できる140文字という制限文字数の中で日本語は相当の情報を発信できる。また、日本は義務教育が行き届いていることから、識字率が99.0%と非常に高い。そのため、英語圏よりも X との親和性が高く、ハマる人も多くなる。一方でアルファベットは標音文字。 アメリカ人にとっては動画メディアの方が相性が良いのです。だからアメリカで X は、すでに古い SNS で影響力が小さいと考えられます。また前出の中川氏は、今回、ニューヨーク市が損害賠償請求を求めた企業が運営する SNS の多くが、写真や動画の投稿を主流とするメディアだったことは注目に値する。 と指摘する。文字情報に比べて、動画や写真はインパクトがある。投稿者はより過激で刺激的な動画、写真を投稿しがちですし、視聴者もそれを煽ります。これは過去に日本国内でも話題になったバイトテロやバカッター騒動からも明らかでしょうでしょう。全道大学生やフリーターを中心に、 バイト先の食材や商品を使い、ふざけた様子を投稿する若者が X 上に多発したのは2013年のことだった。この時、一枚の写真の投稿がきっかけで職を失ったり、退学処分になる学生も出ました。動画や写真メディアの方が文字メディアよりもインパクトがある証拠です。ニューヨーク市としても、 若者の精神状態に悪影響を及ぼしやすいとして、動画や写真の投稿を中心とする SNS の運営会社を訴えたのでしょう。運営する企業相手に損害賠償請求を起こしたニューヨーク市のアダムズ市長は2月14日、若者たちは不安や絶望を経験し、自殺未遂の割合はこれまでにない状況だ。 そしてソーシャルメディアが問題の要因であることを示す証拠が増えつつあると発言している。アメリカでは、行政機関が社会への悪影響を問題視し、裁判を起こす事態にまでになった SNS。他の国とは全く同じ状況ではないが、日本もこのまま、何の対応もないままというわけには今後いかないだろう。 木はるかのベリーダンス姿もドラマ内では注目を集めた。どこだと思いますか次は CU でした。